はい、ネイルドットコムです。こちら、なんだかわかりますかね、このドーナツみたいなマーク。こちらね、新しく購入をしてみました、クレイジェルというタイプになっております。ネイル工房さんで購入した商品で、水で 3D アートを作れるというものになってます。で、私が、動画でご紹介しているこちらの、色ジェルさんのですね 3D ジェルがあるんですけれども、こっちね、水で作れるものっていうことで、まあ、どんなもんなのかなと思って、ちょっと1個だけとりあえず購入をしてみました。どっちの方が作りやすいのかとかもあると思うので、ちょっとね、こっち側今日はレビューしていきたいと思います。はい、本日用意するものは、こちらのクレイジェルとお水と、こちら、ネイルでダンスさんが出しているデザインスカルプチャー用の、筆になります。ちょっとここちょっと取れないんで、まあいいやって感じで、今日はね、こちらの、パレットの上でやっていきたいと思います。なんかね、手でこねたりとかもしていいみたいで、触り心地は 3D ジェルよりも硬いですね。歯切れもいい、こうなんか取った時の切れもいいですね。水だけっていうのがね、ちょっとね、手で触っていきたいと思います。水をね、ちょっとつけて、ピチャ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 、あー、なんか懐かしい。小学校の時とかよくやったよな、粘土遊び。そんなにね、手で触ってみると、まあ水をつけたっていうのもあんのかもしれないんですけど、そんなにすごい硬いわけではないです。ただこう水分が指になくなってくると、すごいすぐね、ベタベタくっついてくる感じがしますね。で、まあちょっと今日は、またいつも通りね、ちょっとちっちゃいものも作ってみたいので、めっちゃくっつくじゃん。なんか分けたりとか、こうなんかちっちゃく分けていくことに関しては 3D ジェルの勝ちですね、完全に。まずこれが、まあちっちゃいアートをする用として取っておきます。やっぱりなんか手で触るのはちょっと、これさ、自分でやる分にはさ、手で触ってもいいけどさ、自分のネイルとしてやる分には、でもお客さん側として来てたらさ、いきなり目の前でネイリストがさ、あ、そうですよね、じゃあこれでちょっとハート作っていきますねとかって、すげえ嫌じゃないですか。これ乗せられるんですよ、このなんか私の指紋がベッタベッタについて、手の油とかもついたんじゃないかって思うようなの乗せられたくないですよね。今日はチップだっていうことと、まあ、レビューっていうことで手で触ってみたんですけど、もしね、あのお友達とかにやる場合だったら、皆さんね、なるべく手では触らずに、手で触るとね、結構不快に感じる方もいると思うので、で、一応ですね、キッチンペーパーも用意します。で、筆に水をつけて、で、ちょっと大きい方からやっていきます。まず乗せます。わかりますかね、めっちゃ水弾いてるんですよ今。見えますかね、こんな感じのハートに出来上がったんですけれども、ちょっと光の加減で見えづらいな。わかります？ちょっと汚いんですよ、やっぱり手でこねてるから。っていうのと、ここに乗せてから、表面に水分をつけても水弾いちゃうので、なんか形成する水分量をきちんと分かって、こねて、この水分量だったら大丈夫みたいなテクスチャーの硬さを、自分で作ってからここに乗せてあげなきゃいけないっていうのと、まあ、こうやって今私ここに細かく、ちょっとこの後細かいアートをやろうと思って乗せてるのがあるんですけど、多分これも水分飛んじゃってる部分あるんで、こうやって作り置いて次の指っていうことができないっていうのがね、ちょっとなんかあるんじゃないのかなっていう感じはしますね。水分を弾いちゃうので、こう刷毛跡とかも全然消えない感じですね。まあ、ただハートにはなりましたけど、結局、ここの間の割れ目入れるのも、ウッドスティックを使って無理やり割れ目を入れて、形を作りました。ちょっとね、でもこれ一度硬化しておきます。はい、硬化が終わったものがこちらですね。ちょっと触ってみます。あ、硬化はしっかりしてますね。かなり、こう、音とかでわかりますかね。かなりしっかりと固まっておりますね。ではね、新しいチップもう一枚用意したので、細かいアートね、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと水分量が足りてなさそうな部分が不安点ではありますが、
3D ジェルより難しいかもしれない。いやもうちょっとギブアップしよっかな。いやギブアップしたいぐらい難しい。これ無理です。今ねこんな感じなんですよ。もうねなんか 3D ジェルよりも形を作るのがとにかくちょっと難しい。ちょっと今やり直そうかなとも思ったんですけど、多分やり直しても変わらないと思います。結構形作るのが難しい。水分量の問題なんだと思うんですけど、なんか水なんでこう水分を入れてあげてもすぐに飛んじゃうし、こうちゃんとなんかね手でこねてあげないと水がねちゃんと中に入らないので、こうなんか後から筆でこう水分を足してっていうことがすごく難しいですね。いやちょっとこれはねもうねどうしようもないです。ちょっとどうしようもないっていうのもね逃げかもしれないんですけど、多分ね本当になんかすげえネイリストさんとかだったらできんのかもしれないですけど、私はそこら辺のあの街にいる平均的なこうなんかねちょっとできるぐらいのネイリストさんだからなのかもしれないですけど、できないです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こちらのね今回ご紹介したクレイジェルですね、もし気になる方いらっしゃったらね概要欄の方に、URL の方を貼っておきますので、ぜひぜひそちらから購入してみてください。ただね私は、通常通りのね 3D ジェルの方がかなり作りやすいなと思いました。仕上がった作品硬化した後こんな感じです。水を使っているからなのか未硬化ジェルは全く出ず、表面はね全然ベタベタしないですね。ただですねやっぱりね何といっても形を作るのがすごく難しかったです。結構ねこうねなんかすごいネイリストさんとかだったらもうできるのかもしれないんですけど、まあ私はもうそこら辺のねこう街の中にいるあの一般的なネイリストなんでできなかったです。まあね超難しいです。超難しい。でもね挑戦してね上手くなる人ももちろんいるとは思うので、ぜひぜひねスーパーセールとかで安くなってたりとかするときには買ってなんかやってみたとかやってください。ぜひぜひコメントお待ちしております。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイルドットコムでした。